2016年8月21日5時30分。ネットで見つけた怖い話。第9832話、ちょっとヤバめ並ぶお呪い。姉貴の話。高校の頃、わら人形式の恋愛成就が流行っていたらしい。俺も同じ高校で、2年違いだったが、そんな話聞いたこともなかったが。で、夜の9から10時頃に、神社の境内で意中の相手のわら人形に恋くぎとやらを売っていた。牛の国参りと同じで見られちゃいけないのだが、小学生くらいの男の子3人に見つかってしまった。テンパった姉貴は叫び声を上げて3人を追いかけたとか、追いかけた男の子には本当に悪いことをしたと言ってた。ちなみに、その意中の人とは1回デートできたらしい。111、10年くらい前かな。祖母んちの犬を連れて普段と違うルートで山歩きしてたら、ため池みたいのんがあって、そのほとりがちょっと開けた急行地っぽいとこに出たんだよね。こんなとこあったんだ。って感じで池の周りについてる獣道っぽいとこを歩いてたら、一本大きな渋柿の木があって、その幹にわら人形が釘付けにされてた。よく昔のエアドラマで見るような丁寧。夏くりのじゃなくて、本当に心の赴くままに、ザックザックとわら。今となっては素材が藁であったかどうかも怪しい。雑草ぽいというか、おらん坊に束ねて、無理やり人型にしたような代物だった。それだけでもなんというか走る負のオーラを感じるのに、さらにそいつを強烈に私の心に残したのは、胴体部分から飛び出しはみ出た大量の人気、ORZ、手術者自身のものなのか、相手のものか、しかし相手のものならばあんなに大量にというのも返せぬ話で、ともあれその後そっちのルートには一度も行ったことはなく、祖母も他界して、ため池べりの話を教えてくれそうな人もなく、いろいろ未消化なままだす。てなわけで、111みたいなちょっとヤバめ並ぶお呪い W みたいのんは、微笑ましいわー、と思う次第でありますよ。ネットで見つけた怖い話。第9833話、雨を買う女。ある夜、店じまいした飴屋の雨戸を叩く音がするので主人が出てみると、青白い顔をして髪をボサボサに乱した若い女が、飴をください、と一文銭を差し出した。主人は怪しんだが、女がいかにも悲しそうな小声で頼むので飴を売ってやった。翌晩、また女がやってきて、飴をください、と一文銭を差し出す。主人はまた飴を売ってやるが、女は、どこに住んでいるのか、という主人の問いには答えず消えた。その翌晩も、翌々晩も、同じように女は飴を買いに来たが、とうとう7日目の晩に、もうお金がないのです、どうかこれで飴を売ってもらえませんか、と、女物の羽織を差し出した。主人は女を気の毒に思っていたので、羽織と引き換えに飴を渡してやった。翌日、女が置いていった羽織を店先に干しておくと、通りがかりのお大臣が店に入ってきて、この羽織は、先日亡くなった自分の娘の棺桶に入れてやったものだ。これをどこで手に入れたのか、と聞くので、驚いた主人は女が飴を買いに来たいきさつを話した。お大臣も大いに驚き、主人ともども娘を葬った墓地へ行くと、新しい土饅頭の中から赤ん坊の泣き声が聞こえた。掘り起こしてみると、娘の亡骸が生まれたばかりの男の赤ん坊を抱いており、手には飴屋が売ってやった飴が握られていたという。お大臣は、臨月に亡くなった娘を、お腹の子供も死んでしまったと思い込んでそのまま葬ったのだったが、娘は死骸のまま出産し、子供を育てるために幽霊となって飴を買いに来たのだろう。と言った。赤ん坊を墓穴から救い出し、この子供は、お前の代わりに必ず立派に育てるからな。と話しかけると、それまで天を仰いでいた亡骸は、うなずくように頭をがっくりと落とした。この子供は後に菩提寺に引き取られて、鷹乗りの瞑想になったという。ネットで見つけた怖い話。第9834話、記念写真。
神奈川県丹沢。写真部の貴重な財産は保存されてる膨大な量のネガフィルム。その中でも忘れることができないものもある。私が駆け出しの昭和45年6月。西丹沢を縦走中の東京の高校生グループが遭難し、女性と一人と、引率の先生が沢に転落し死亡する事故があった。豪雨で現場へ入れず、麓で足止めされていた時、支局の記者が救助された生徒から一本のフィルムを入手した。直ちに写真見せの暗室を借りて現像処理したが、プリントした写真を点検しているうちに背筋が寒くなった。というのは、山頂での記念写真、途中のスナップ、いずれも亡くなった二人の表情は悲しげだった。一コマも笑顔がなかった。さらに遭難直前、鍋割峠の草付きを下るところでは、その女性とだけが祈るような姿で佇んでいるではないか。単なる偶然の一致なのか、それとも私の思い過ごしだったのか、今もってわからない。大河原雅彦出典。神奈川新聞。1985年8月9日付。ネットで見つけた怖い話。第9835話、札幌にある心霊スポットの滝。落ちなしの不思議？実体験。北海道は札幌に有名な心霊スポットの滝がある。夏場なんかは、夜中なのに必ずと言ってよいほど駐車場には車が数台止めてあって、若い声がキャーキャー言ってるくらい有名な場所。二十歳前後で暇を持て余していた。何もないことは分かっていながらも、男四人。ポンコツ車では気合い合いとその滝に向かった。秋から冬に入って、雪が降ったり降らなかったりする時期。寝雪には遠く、道路には雪はなかった。しかし、滝に近づくにつれて、雪は次第に厚みを増して、滝に着く頃には靴子が残るくらいには積もっていた。時刻は夜中12時を過ぎていた。夏場ならいが知れず、駐車場には車もなく、降り積もった雪はきれいに平面を描いていた。ほんと、俺ら暇だよな。みたいな中身のない無駄な会話。こっち雪降ってたんだ。なんやかんや標高が高いからかな？昼間は晴れてたけどね。吹雪いてたのかな？憶測ばかりの会話をしつつ、駐車場を降りれすぐの心霊スポットの滝まで下がる。積もった雪、風にざわめく枯れ木、雰囲気だけはバッチリ。しかしもちろん何も起きない。わざわざ来たのになぁと思いつつ周りを散策すると、駐車場から少し上がったところにある遊歩道に、足跡があった。おかしくね？というのが、全員の一致した見解だった。足跡は一つ。大きさから言って女性。しかもヒールのように一つの小さいテント面。そして何よりも、足跡は一つ。つまり、息。の足跡しか残されていない。これいつついた足跡さ？というのも問題だった。先ほどまで空にも降っていた雪は、今は止んでいる。しかし仮に、昼間についた足跡だとしても、そこには柔らかい雪がかぶさっていないとおかしいんだが。足跡は今歩いたかのように、真新しく、生々しく残っている。駐車場から遊歩道へと続く過程で、正確なその足跡の出発点は車によって消されている。誰も向こうことのない、冬の山奥へと続く遊歩道。奥へ奥へと足跡は一人分残っている。辿ってみよう。そうなるのは暇な男四人にとっては至極当然の結論だった。むしろ熊が怖い、と言って笑い自分たちを勇気づけながら、雪で埋もれた川べりの遊歩道を一つの足跡を追って歩く。5分、10分、15分。時間は正確ではないが、体感でそこくらいは歩いた気がする。来た、と何も特徴のないところで、足跡は途切れていた。その周りには新雪がきれいに残っている。その足跡の持ち主が、立ち止まったように少し深い足跡になるわけでもなく、そこまでたどり着くまでと変わらぬ歩調のまま、次の一歩を踏み出そうとした瞬間、どこか空中にでも連れ去らわれてしまったかのような、そんな不自然な途切れた足跡。周囲に一切の変化もなく、ただ、足跡が途切れていた。という状況だった。
かなりビビりながらも辺りをやろう4人で探索するが、何もない。ただの夜中の山奥。脇の斜面の下を流れる川の音。少しずつ降り出してきた雪。帰ろう、と誰かが言った男4人渋滞。誰が先頭になって誰が土のを務めるのかじゃんけんをしつつ、早足になったり駆け出したり、雪に体力を奪われ休憩したり唐突に雪合戦をしたり、おそらくこういう感じが、心霊体験を一切できない理由だと思う。駐車場へとついて、皆で口を揃えて、何だったんだろうね。と首をかしげるばかり、後日談も何もなく、これはただそれだけの話。様々な心霊スポットに行ってきたが、何も起きたことのない野郎友の唯一の不思議な体験。どうせ、何らかの理由はつけることができるだろうと心の中で思いつつも、あえて論理的な思考を放棄して、不思議なままにしています。ネットで見つけた怖い話。第9836話、車で日帰り旅行へ行った。怖いと思ったのは俺だけかもしれない。不思議な話、6年くらい前、当時俺は、浪人中で実家、ある休日の朝、妹、JK、が、どっか行きたい、と言い出した。バイトも休みだった俺は、妹と二人、車で日帰り旅行へ。妹は俺によく懐いていた、と思う。そして一軒またいだ観光地からの帰り、帰り道中のとあるさで休憩がてら親に報告。俺、今丸々さやから、あと1時間くらいで着くわ。うん、日付変わる前には着くっしょ。時刻は午後11時前、次の IC で降りてあとは下道で帰ろうと考えた上での発言。時刻も時刻なので、スムーズに帰ることができ、予告通り日付変わる前に家に着くことができた。この時の、予想通り日付変わる前に帰れたねー、という会話もちゃんと覚えてる。で、その日は長距離運転で疲れてたので、すぐ風呂入って寝た。でもな、おかしいんだよ。電話をかけた朝から次の IC で降りたんだが、その IC から家までの距離は約130。そのまま高速で帰ったとしても、日付変わる前に帰るのは物理的に不可能なんだよ。もちろん爆走すれば着くだろうが。翌日になってそのことに気づき、発信履歴を確認すると、履歴はちゃんと午後11時直前。しかも俺は、距離感には自信あって、あと何分くらいで着くわー。というのは基本外さない、その IC から家までの道は何度も車で走ったことのある道。距離も知っていた。怖かったのは、俺がそんな発言をしたこと。そして俺以外誰もそのことに気がつかなかったこと。もしかしたら気づいていながら、それが当然のことと思っているのか。未だ家族には言えず、今に至る。ネットで見つけた怖い話。第9837話、世田谷にある荘厳な洋館。すいません、この辺に洋館があるのですが、どこか知りませんか？買い物途中、私の母は呼び止められた。振り返ると老紳士といった雰囲気の人が立っていた。彼はこの近所にあるという洋館を探していた。彼から聞いた話をまとめると、その洋館は、思い出のマーニー、に出てくる湿地屋敷みたいな感じらしい、いかにも洋館といった感じの立派な家だそうだ。しかし、うちの近所でそんな建物に心当たりはなかった。私の母はあいにく知らないと老紳士に言った。老紳士は残念そうにどこかへ行ったという。私が住んでいるのは世田谷区で、確かに屋敷町もある。しかし、それは成城などの高級住宅街の話で、うちの近所ではなかった。私の父は生まれた時から今の家に住んでいるから、母はかつて近所に洋館があったかどうか聞いてみた。が、半世紀以上住んでいて聞いたことすらない。と父は言った。昔、世田谷の大半は、畑や養豚場ばかりの田舎だったそうだ。実際、古い家は和風の一戸建てが多い、洋館ではなくサザエさんに出てくるような家だ。私は、近所の年配者何人かに聞いてみたが、やはり誰も知らない。しかし、
雑貨屋をやっている人は言った。そういや、以前似たようなことを聞いてきたおっさんがいたわ。雑貨屋さんも心当たりがないので、母と同じく知らないと答えたが。このあたりのはずだけどねー。とおっさんは言っていたそうだ。その洋館が気になった私は、散歩ついでにそれらしき建物を探してみたが、そんな建物を近所で見つけることができないでいた。大学に行っていた時、区内に下宿していた友人から興味深い話を聞いた。自転車で探検していたら迷子になったよ。お前の家の周りって迷路みたいだな。同じような住宅街、似たような家ばかり、何時間も迷ったわ。そりゃそうだ、うちの近所に限らず世田谷はそういう街だ。土地勘がなければ迷う。道はかなり複雑かつ似た場所ばかりだ。何十年住んでいる区民でさえ、居住エリアから外れれば迷子になる。そういや、すげえセレブっぽい家を見たよ。やっぱ世田谷って金持ちが多いのだな。漫画に出てくるみたいな洋館で。その話を聞き私は、ハッとした。友人に洋館の詳細を尋ねてみた。突然のことに面食らっていたが、友人は洋館について話し出した。石造りの塀に囲まれていて、立派な鉄柵の門がある。表札とかポストは記憶にないな。暗くて庭はよく見えなかったが、木が何本か生えている建物のところどころにツタが絡まった洋館で、古めかしい感じ。オレンジ色の明かりが窓から溢れ、とても美しい家だな。住人は全く見えなかったが、空き家ではなさそうだ。以前、老人氏が母に尋ねた洋館と特徴が似ている。私は、友人に洋館の場所を問いただしたが、迷っていた最中は似た場所をぐるぐる回り続けていたから、正確な場所なんてわからないと言われた。しかも、友人は地方から出てきたばかりで土地勘がない。ただ、私の家の近くの大通りに出たので、私の家の近くだろうと言った。私や近所の人は例の洋館を見たことがないのに、引っ越してきたばかりの友人は見たのだ。現在、大学を出て何年か経った。私は、世田谷の実家に住み続けている。だけど、例の洋館をまだ見つけていない。他にも洋館を見た人がいるのか？訪ねてきた人は中まで入ったのか？もし中に入ったなら住人に会ったのか？中で何があったのか？住人はどんな人なのか？気になるけれどもわからない。今まで洋館を見た人は、全員よそから来た人だ。ひょっとしたら地元民には見えないのかもしれない。そんな不思議なもの、にわかに信じがたいけれど。区外から世田谷に来た人が荘厳な洋館を見たならば、ひょっとしたら例の洋館かもしれませんね。ネットで見つけた怖い話。第9838話、飛び箱。何年か前にちょっとだけ、ボランティアというかお助けで、地元の公民館に週2で行ってたんだ。昼過ぎから夜まで子供たちが学校帰りに遊びに来るんで、その監視と片付けを手伝ってた。で、そこにはおもちゃとか室内用の一輪車とか結構豊富にあるんだけど、その中でも一番でかくて、貫禄があるものがあって、それが、飛び箱、だった。10段くらいあって、なんで飛び箱がここに？って最初は思ったんだけどね。薄汚れてて、おもちゃ入れる倉庫の隅にポツンとあった。近くの廃校になった学校から譲り受けたものと聞いた。2年くらいお手伝い続けてたけれども、市場で引っ越すことになった。その日が最後のお手伝いっていう日に、子供たちは手紙とか折り紙で折ったお花とか、お別れの挨拶とかしてくれた。で、閉めますよって言って、子供たちが全員出たことをいつものように確認して、電気を消して、公民館を閉めようとした。すると、おもちゃをしまってる倉庫から、ガタン、と音がした。その後も、ガタガタ、と間を置いて物音がする。今までそんなことなくて、自分が来るのが最後だから、子供が隠れていたずらでもしてるのかなと思った。でも、公民館の中は真っ暗。もちろん倉庫も真っ暗だったので、着物座った子だなぁと感心してた。で、もう一度電気をつけて倉庫に向かった。扉を開けると、誰かがいる気配はなく、
さっきまでの物音は嘘のように静まり返っていた。でも物音の原因を確かめるためには中を見て回るしかなかった。一通り子供が隠れそうなところを見て、誰もいないことを確認した。最後に飛び箱に目が行った。と同時にヨッとした。持ち上げるときに手を入れる隙間から手が出ていた。出てるって言っても指まで、人一人分の指が隙間から出ていた。まあビビったけど、指は子供の指だったので。ああやっぱり隠れてたんだな。と思い、声をかけて飛び箱に近づいた。するとスルッと指は飛び箱の中に入っていった。見つかったんだから声ぐらい出せばいいのに、って思いながら飛び箱を持ち上げた。中には誰もいなかった。ビビりすぎて何も言えなかった。パニックになりかけたけど、そっと飛び箱を元に戻して、足早に扉まで向かって電気を消した。扉を閉めようとした時、音からして明らかに飛び箱が持ち上がる音がした。もうその後は一目散に逃げた。ネットで見つけた怖い話。第9839話、百獣の行列。私の体験した話、山村のお客さんを訪問する途中でのこと。田中の舗装もされていない道を走っていた私は、路上に動くものを認め車を止めた。池と池とに挟まれた部分を、のその外石亀が歩いていたのだ。どうやら、大きな池から小さな池へと移動しているらしい。私は、亀が渡り終えるのを待つことにし、一息つくことにした。亀が池に消え、車を出そうとしたその時、新しい横断者が姿を現した。太い青大将だった。なぜか、まるで道を渡る順番を容疑よく待っていたかのような、そんな気がした。見守っていると、青大将に続いて今度は大きなヒキガエルが現れた。その後もサワカニ、水鳥、マムシ、ウシカエル、イタチなどが一匹ずつ、しかし切れ目なく移動を続けた。私は、呆然として、百獣の行列に見入っていたようだ。ボケていると、いきなり名前が呼ばれた。振り向くと、訪問先のおじいさんがトラクターに乗って、車の後ろにつけている。挨拶を交わし、私は、目の前の行列を指さした。これは何事でしょうね？と私が口にすると、おじいさんにこう返された。ああ、今あっちの池には、大物が来ているからのう。平然とした顔でおじいさんは言う。大物とは何かと尋ねたが、大物ってのは大物のことだ。とはぐらかされた。それ以上のことを聞く雰囲気もなくなり、二人その場でじっと待つことにした。しばらくして行列は終わり、おじいさんと共に家に到着した。商談打ち合わせは無事に終わったが、大物についての話題は出なかった。それから何度も同じ場所を通ったが、あれ以降は行列を見ていない。今では道路もきれいに舗装され、池の護岸工事も行われている。大物とやらは、もう来なくなったのだろうか。ネットで見つけた怖い話。第9840話、じいさんの教え。この話を聞いたのは先月ほどだ。友人と夏休みを利用して山。と言っても低くお目当ては BBQ とかだったが、に行こうと計画を立てていて、まずはメンバー集めということで何人かに声をかけていた。実際大学生で暇な奴が多く、5、6人はすぐに集まった。もう一人くらい呼ぼうかということで、同じ学科で仲のいい A を誘うことにした。俺、おい A、お前夏休み暇だろ？ええ、バイトくらいしか予定は入ってないな。なんかあるのか？俺、夜の暇な連中集めて、山に旅行というか BBQ しに行こう。ええ、アースマン、山なら俺はパスだわ。A はきっぱりとした口調で断った。のらりくらりとしている A にしてはとても珍しいことだった。俺、珍しいなお前がそんなにきっぱり断るとは。ええ、行きたいんだけどさ、山に行くとなるとじいさんに本気で怒られるからさ。A のじいさんには会ったことがあり、気のいい人で怒る姿なんて想像もできない人だった。ええ、
俺のじいさん、元軍人なの知ってるよな？俺、確か陸軍だっけ？勲章見せてもらったな、そういえば。もしかして、山で戦時中にひどい目にあったから行くな。とか？ええ。いやー、それが楽なんだよ。俺、逆？映画言うには、じいさんは徴兵ではなく、もともと士官学校？卒の結構なエリートで、所属が山岳部隊。その人がいればその部隊は安全とか、山の王。なんて異名がつくような、かなりすごい人だったらしい。俺、ならなんで、行くなぁ。なんて怒るんだ？逆についてきそうなほど元気じゃん。ええ？あのな、今から言う話は、じいさんが今後の子孫にも絶対教えて家訓にしろ。って言ったことで、本当かどうかわからんし、オカルトチックだぞ、俺。オカルト。オカルト。ええ？そういえば好きだったね。じいさんは第二次世界大戦中、自分で前線へ志願したそうだ。それも最前線でと。しかしその頃は半分教官のような立場であり、役に立つ人材だったじいさん。前線とは名ばかりの補給もしっかりした、かなり安全な基地だったそうだ。じいさんは日がない一日将棋でもしてるか、基地の周りを散策してたそうだ。ある日、妙な噂が基地の中で流行ったそうだ。山の中で人間と猫を合わせたような怪物がいる。と。俺は、爆笑した。ええー、わ、ホラー。っていう顔をしていた。じいさんも同じ反応で大爆笑し、暇を持て余していたこともあり、どれ俺が探してきて鍋にでもしちまうか。などと言い、夜、目撃があった山の中腹に、紹介がてら探しに行ったそうだ。行ったのは夜ということもあり、じいさん含め山のベテランばかり。山に入り、やっぱりいないじゃないかが母なんて軽口を叩き合ってたらしい。そんなこんなで折り返しのところを過ぎ、そろそろ帰るかーなんて言ってるうちに、紹介の面の一番後ろのやつが、おい、なんか変な音がするんだけど、なんて言い始めたらしい。そいつはその中で一番若かったらしく、ビビり目。なんてバカにされて笑われてたのだが、ザ、ザッザ、ザ、ザッザ。なんて、まるで文化の行軍みたいな音がしたらしい。この話をしてる映画、これから話すことは、俺もじいさんに聞いて笑って怒られたんだ、笑うなよ。なんて言ってきた。その音は、真後ろというよりは斜め後ろからこっちに近づいてるようであった。幽霊とかは全く信じないじいさんらしかったが、えも言われない恐怖に襲われたらしい。ザ、ザッザ、ザ、ザッザ。じいさんは手に持っていた小銃を向け、どこの部隊だ、と叫んだそうだ。そして痺れを切らし、音のする茂みを越えると、二足歩行している大きな猫？タヌキ？明らかに大きすぎる哺乳類の団体だったそうだ。二足歩行で、隊列というか守備よく並んで。俺は、また爆笑した。じいさんはよくわからん恐怖に陥って、仲間ともども逃げ帰ったそうだ。基地に帰ってから、夜は山に入らない、という規則を作ったそうだ。それからは特に何事もなく、戦争も終わり日本に帰ったそうだ。ええ、これでおしまい。俺は？ええ、だから、これがじいさんから聞いた、山のはいるなって話。俺、またまたご冗談 W。ええ、ところがどっこい本当なんだよ、山には行くな。でさ、俺、俺たちは進路を海に変え、A と A のじいさんと共に良い休日を過ごしました。打足で降出し申し訳ありませんが、海に行った時に A じいさんに詳細を聞こうとしたのですが、A から聞いたのか？ああ、俺の情けない話なんかするなよな。なんて言いながら話してくれました。歩いていたのですかいな？と聞くと、隊列は言い過ぎたかもな。ただ、結構均等に歩いてたんだぜ、わら。え？マジで二足で？おう。女の遍歴以外で嘘は言わないぞおじいちゃん。自分のこと。どれくらいいたの？人数？何匹か？昔のことだからな。ただ、結構いたはずだぞあの音は、小隊クラスだったな。じいさん曰く、小隊は30人50人くらいだそうです。
今でもやっぱり猫とかダメなん？怖いものなしだが、猫とかと退屈は苦手だねー。他に M、いいから早く。日焼け止め塗ってくれよ。老体には日差しがきついんだよな。だそうです。ネットで見つけた怖い話。第9841話、ウツボカズラ。知り合いの話。彼女は一人暮らしをしているのだが、ある時ひどく体調を崩してしまった。それまで病気らしい病気などしたこともない超健康体だっただけに、皆が驚いた。ひさかたぶりに病院へ行ってみたが、どうにも原因が特定できない。そのうちに出歩くことさえ億劫になり、今でいう引きこもりみたいになってしまった。そんなある日、見舞いに来た友人の一人が奇妙なことを言い始めた。これがすごく怒ってる。体調悪いのも、多分それが原因。そう言って指さしたのは、ウツボカズラの蜂だった。昔、観賞用にどうぞともらったものだ。種類はよく知らないが、一つだけついている大きなホムシ袋が枯れかけている。そういえば、しばらく世話が雑になっていたわ、と思い出す。この個体、とても個性が強いというか、普通はない力を持っているみたい。世話を欠かさないようにして、機嫌を取って言われたときは、変なことを言うものだ、と思ったが、どうせ今は部屋で寝てばかりだ。素直に従い、食虫植物の世話を厚くしてみた。ホムシ袋の状態は目に見えて回復していったが、不思議なことに、それに補強を合わせるようにして、彼女の具合もぐんぐんと回復していった。あの子の言ってたこと、本当だったんだ。不思議なこともあるものだと、感心したのだという。話を聞かされてやはり感心する私に向かい。でもね、今、ちょっと困ってる、と彼女は打ち明けた。あれ以来、少しでも袋の調子が悪くなると、連動して彼女の具合も悪くなるようになってしまったのだそうだ。あれで講義のやり方を覚えてしまったのかな。旅行とかで家を開けた時なんか、ほんの数日で適面に身体が不調になるの。もう今は、ウツボカズラの健康状態が気になって遠出もできないし、毎日のようにご機嫌伺いしている状態よ。私じゃなくて、あっちがご主人様みたい。当時に比べて倍近く成長したホムシ袋の写真を見せてくれながら、彼女はそう嘆いた。ネットで見つけた怖い話。第9842話、タヌキみたいな動物、野良犬さんたち、いたずら猿。怖い話ではないが、俺の故郷にいた不思議な動物たちの話。うちの実家は九州の阿蘇とここの江の間にある土田舎なんだが、その地元近くの山には妙に人間慣れした動物たちがいた。その山は別段変わったところもなく、特に危険な場所とかもなかったので、山菜採りや山登りとかに利用してて、地元の人間は結構出入りしてた。で、山に入る人たちがちょくちょく妙な動物たちと遭遇してたんだわ。その1、タヌキみたいな動物。山道を歩いていると向こうからのタヌたち通ってきて、一緒に歩き出す。全然人を怖がらなくて、いつもしばらく歩いているとそのまま離れて帰っていく。俺も親の山菜採りの手伝いで山に入った時に、一回だけ遭遇したことがあるんだが、見た目はタヌキっぽいが、尻尾が短くて、目や足の周りに黒い模様もない全身茶色の毛並みだった。餌が目当てなのかと思って、弁当の唐揚げをやったりもしたんだが見向きもしない。キュー、とか、キュー、とか泣いて、しばらく人の足元をうろうろしたら、そのまま何事もなかったように藪の中に帰っていった。結構可愛かったんだが、こいつのおかげで俺だけ目的地に到着するのが遅れた。わら。その2、野良犬さんたち。誰かが捨てた犬が野犬化したのか、少し大きめの中型犬が何匹か山に住み着いている。随分前から代々山で暮らしているのか、村のじいさんばあさんも昔から見てるらしい。こいつらに遭遇するのは大体帰り道で、
山道を下ってる時にふと気づいたら遠目にこちらを確認してて、つかず離れずで追跡してくる。時には数匹で連携取りながらついてくる時もあって、襲われたらと思うと結構怖いんだが、今のところ、地元でこいつらに襲われた人は出ていない。不思議なのは、この犬たちが現れる日が、雨とか雪の日とか天気の悪い日が多いこと。普通、動物も天気が悪いと姿を現さないよな。その3、いたずら猿。うちの近辺だと猿は結構レアな動物なんだが、普段の山には1匹か2匹かが生息してるっぽい。で、こいつらが迷惑なことに、木の上から人の頭に向かって物を落としてくるんだわ。普通は空き缶とかボロい軍手とか山のゴミを落としてくるんだが、人の顔を覚えているのか、こいつらに石とかを投げ返した奴には蛇やカエルを落としてくるらしい。だけど地元には古くからこの猿たちへの対処法が伝わっていて、こいつらに会った時に近くの枝に柿やリンゴを刺しておくと、その人には物を落とさないそうだ。さらに俺の家のばあ様は若い頃、山に入るたびに果物を刺しておいたら、アケビやイチジクのお返しを落としてきたとの体験談を語ってくれたが、俺は、半信半疑。俺の故郷の山には、こういう妙な獣たちが住み着いてた。他にもご近所のうろうたいたちの話では、昔は大ミミズや黒イノシシなんてのもいたらしいが、現在はそいつらとの遭遇体験は出ていないので割愛させていただく。俺も今は就職して地元に帰ることも少なくなり、例の山にもほとんど足を踏み入れていないが、あの動物たちは今も変わらず山で元気にやっているんだろうか？親との電話のやりとりで山の山菜採りの話題が出て、ふとこの話を思い出したら懐かしくなったので書き込ませてもらった。ネットで見つけた怖い話。第9843話、挨拶。知り合いの話。彼女は山菜を採るため、近場の山へちょくちょくと出かけている。途中にいつも腰を下ろして休憩している石があるのだが、そこで休んでいると、やあこんにちは。今朝も元気そうですね。決まってそう挨拶をしてくる何者かがいるのだと。しかし、周りには一っ子一人見えない。彼女はいつものように、はい、こんにちは。そちらも元気そうですね。と何もいない空中に挨拶を返してから、山の奥へ向かうのだそうだ。声の主については、彼女は特に気にしていないという。姿が見えないのはあれだけど、声の調子からすると、悪いものじゃないよ。そう言って笑っていた。今日のオカルトスレ。お前が知ってる怖い話とか都市伝説とか。もう夏いから立てました。どこかで見たコピペでもいいぞ。ヒュってなるやつ頼む。リンク。20年くらい前の話。長崎の海で一人で泳いでたら全身に激痛が走った。あたりを見渡すと何百匹いるかわからんくらい海一面がクラゲだらけ。助けを呼ぼうにも周りに誰もいないから、痛みに耐えながらとにかく泳いだ。そっから記憶が飛んで覚えてないんだけど、家で裸になったら体中が腫れてて吸盤の跡が無数にあった。怖さが伝わらないと思うけど、マジで死ぬかと思った。わしは島根県の浜田で同じこと経験したで。4。だが正確にはクラゲの触手跡が身体に何十本もついた。全身ミミズ腫れ。思い出させんな、気持ち悪くなってきた。パチスロ4号機時代のミリオンウォットを売ってたのですが、僕は、その時ウォット揃いを3回引いて消化中。隣で天井単発食らってさらに天井単発、そして 1200G 回してた親父。20万以上突っ込み。が金が底をついたのかタバコを置いたまま1時間ほど行方不明。ハイエナのガキが店員を呼んで大の呼び出しを。ほどなくして親父が戻ってきて数千円使って悔しそうに。
すでにハイエナのガキが狙ってるの親父も気づいてる。台をやめたのですが、それを見たハイエナのガキが速攻確保。ガキに変わった途端まさかの天井から全ストック放出が始まり、あーらー騒いでのお祭り騒ぎ。かまほられた親父は通路の陰から怒り狂ったようにこちらを要し。結局ハイエナのガキは2万5000枚、50万一撃でした。ちなみに僕は、さらに出続けまだボットゲーム中。事件に関係ないので勝ち非対は伏せておきます。そこまでの一部始終をずっと見てました。そしてガキが交換しに行った直後、店内がやけに騒がしくなり、店員やスーツ姿の店員たちが何やら騒いでいるので何かと思ったら先ほどまで隣で売ってたガキが背中を包丁でめった刺しに。監禁所で監禁してる最中に後ろから背中を刺されたのです。僕は、ゴッドゲーム中だったので見に行かなかったのですが、監禁所、ホールの外、ワチの海だったようです。犯人はもちろんあの、親父、でした。隣の台にタバコとキーを置いたままいつになっても帰ってこない台を見てるとものすごい不安と今までに経験したことのない恐怖を感じました。ゴッドゲームが終わり監禁するのが怖くて仕方なかった。監禁所は違う場所に急遽変更で閉店。そこのホールは2階のエレベーターの横に監禁所。バカでかいホール。がありくらい場所にあるので怖くてそれ以来一度も行ってません。群馬県のとあるダムに行った時の話。パチスロで負けたので、肝試し感覚で友達と二人で車で行ったのだが、何も起こらなかった。で、友人が運転する帰りの車の中で、何もなかったねー、みたいな会話をしながら緩やかな山道を下ってたら、突然フロントガラスに何かが降ってきて思い切りそれを跳ねた。あまりに突然の出来事だったので何が起こったのかわからなかったが、急停止してそれを確認しようと二人で車を降りた瞬間、頭上から小さな音でカラララララピシャというガラスサッシを閉めるような音。ふと見上げると崖の上に一軒の明かりがついた民家？民宿？がどうやらあそこの住人が落としたらしい。それと同時に友人の、うひやおう、という間抜けな悲鳴。落ちてきたのは頭が半分しかない猿だった。怖くて速攻逃げたわ。フロントガラスに動物の体毛がこびりついていたから多分間違いない。次の日、文句を言ってやろうと同じ道を走ったが正確な場所が思い出せない。猿の死体ももうなかった。他の友達もあまり信じてくれないし結局泣き寝入りしたが怪奇現象より人間がやることの方が恐ろしいことを認識した。群馬こえいぜ。俺には嫁と子供がいる。子供は高一の娘と中二の息子だ。仕事は事務職、年収は税込みで700万円。まあそこそこだな。マンションのローンも払い終わっていて、周りから見ればごく普通の家族だな。そんな俺の小遣いは月々2000円。嫁からは、小遣いが欲しけりゃもっと働け、と言われてる。で、毎晩、宅急便の仕分けやってる。睡眠時間は2時間。1日。嫁はちゃんと選べ。丸東京マラソンの開催理由。東京マラソンを開催している本当の理由は、東京で大災害が発生した時に人々の動きのデータを取るためというもの。丸放送終了後の都市伝説。小中学生を中心に、放送終了後にいやらしい番組が始まる、という噂が語られた例は多い。1970年かは、NHK の放送が終了する午前0時前後に民放で、11PM、などのアダルト向け番組が放映されていた事実からの飛躍か。まる本当に恐ろしいもの。
テレビ局には視聴者から様々な心霊写真ビデオが投稿されるが、中にはどう見ても、本物、としか思えないものもあり、そういった、本当に恐ろしいもの、は放送されずにお蔵入りする、というもの。小田の道がテレビ番組で、心霊現象と思われる原因不明の事故が起きたロケ映像がお蔵入りになったと語ったことがある。近年心霊番組が減ったのは、ある番組が危険な心霊写真を放送してしまい、霊能者などから苦情が殺到したから、という類話も存在する。丸、ザ・テレビジョン、のレモン。表紙を飾る人が毎回レモンを持っているのは魔除けのため。丸国道16号首都圏防衛ライン説。16号線は有事の際の首都圏防衛ラインで、戦車を走行させるため道幅を広げている。丸高橋名人逮捕。ファミコン名人として知られた彼の、ボタン秒間16連射は、コントローラーに仕込んだバネによるトリックで、それが詐欺に問われ逮捕された、というもの。とある有名なダムは建設時に何人か作業員が死んでいる。大量のコンクリを連日流し込むのだが、これに巻き込まれてしまうのだ。コンクリを止めれば助けられるが、停止。再稼働にかなりのお金がかかるらしく、事故で済ませて遺族に労災払った方が安く済むそうな。つまり、とある有名なダムには死体が埋まっているということだ。ドラクエのパスワードって未来予想してるのあるんだよね。歌舞伎町とか中央公園あたりのホームレスが死ぬとゴミ収集車がゴミとして死体を回収する。一年ちょい前の実体験。仕事の出勤時間が15時だからいつも14時15分に家を出るんだけど、この日は少し遅れて30分に家を出た。チャリで通勤してるんだけど、遅刻にならないよう飛ばしてた。こういう時に限って信号に捕まる。んで、信号待ちしていると右隣に30代くらいの男も信号待ちしていた。一人で何か喋っていた。最近自分はガラケーからスマホにしたんだけど、スマホって耳に装着して通話できるのあるよね。この人はそれを右耳につけて誰かと会話してるもんだと気にも留めなかった。実際誰かと会話してたかもしれない。で、今日はここにしよう。1時27分。ぼそっと聞こえた。他にも何か言ってるようだったが知らない人の会話なんて興味ないし、記憶に残ってるのはそれだけ。信号が変わりチャリ飛ばして出勤ギリセーフ。仕事はだいたい12時30分に終わる。終わって従業員と少し話してたら、いつも聞いてる深夜ラジオのことを思い出し、1時ごろ退社。で、いつも通り、夜道をチャリで帰っていると、キー、ドン、ってでかい音が聞こえた。お、事故か？自分は交通事故の現場に遭遇したことがないため、不謹慎ながらテンションが上がった。現場は20メートルくらい先の出勤の時に捕まった信号だった。案の定、車と4メートルから5メートル先にぐったりしている人。車の近くにはバイクがあったから車がバイクを引いたんだろう。倒れてとヘッドとかぶってたから。深夜とはいえ、駅近くのため、もう20人近く人が集まっていた。テンション上がってる自分は知り合いに報告したくて電話を手にした。プルルルルー、プルルルルー。呼び出し待ってる間にふと目線を先にやると信号の先にあの30代の男性がいた。服装もそのままだったから横顔しか知らなかったけどすぐ気づいた。そしてあっちも視線をこちらに向けて目が合うと、振り返り一人でどっかに行った。別段なんとも思わなかったけど、
友達への発信時間が31分だったから事故の時間は27分くらいに起きたと考えたら後々薄気味悪くなった。以上、変な実体験でした。あ、もちろんこういう場合は救急車に即通報するのが当たり前ですが、隣にいた見物人がすでに通報の電話をしていました。車から降りてきた30代の女性はパニクってすごい号泣してました。跳ねられた人は全く動かず救急車に運ばれていきました。交通事故は怖いですね。地味に怖い実は。仕事で自分が最後の一人になると、帰る前に会社の建物にセキュリティ、警報装置、かけてから帰るんだが、一番外の扉を閉めて最終ロックかけた時に、鉄扉越しにノック音がトントンと、確認なんか怖くてできねえよ。お前のせいで廊下に止まる羽目になったが、お前ら怖すぎだろ。一人暮らしの俺に対する嫌がらせか？ゆかりちゃんには、お父さんとお母さんがいました。三人で仲良く暮らしていましたが、ある日お父さんは事故で亡くなってしまいます。それからというもの、お母さんは昼夜問わず働き、ゆかりちゃんに母子家庭のみすぼらしさを感じさせぬように働きました。ゆかりちゃんが中学生になる頃、お母さんが倒れました。相当きつい仕事をしていたのか、お母さんは病気と戦う体力さえ失っていて、治療はうまくいきませんでした。亡くなる直前に、お母さんはゆかりちゃんにお守りを渡します。ゆかりちゃんはそれを大切に持っていましたが、ある日、クラスの男子にからかわれた際、その男子はゆかりちゃんが嫌がるのを無視して、そのお守りを開けてしまったのです。ゆかりちゃんは取り返そうと近づきましたが、その男子の顔があまりにひどい顔をしていたので、ゆかりちゃんも立ち止まりました。男子はゆっくりとお守りから取り出して読んでいた手紙をゆかりちゃんに差し出しました。そのお守りにはお母さんからの手紙が入っていたのです。ゆかりちゃんはそのことを初めて知りました。男子からそれを受け取り、そして、その手紙を読もうとしましたが、それは端的に書かれた一言だけでした。その手紙には、はっきりと思い出せるお母さんの字で、ゆかり死ね。無友達と夜の海を見に千葉の勝浦までドライブに行ったんだ。夜だからいまいち記憶が曖昧だけど、勝浦付近に着いた時に小さなトンネルを抜けたんだ。その先に二股に分かれる道があってね、電信柱があったのさ。その横をすり抜けようとした時に、友人、今、電信柱に白い服を着た女がいたぞ。時間は夜中で、あたりは民間何かない、これは冗談だと思いバックミラーで電信柱を見ると、パッパッパ、って電球が消えた。次の瞬間にはアクセル踏んでる自分がいた。あれは怖かった。夜の大学校内の自販機でジュースを買いたいっつう女友達のお経をしてた時、数少ない街灯の下にあるベンチ横で女友達が突然言ったんだ。こんな時間にも人がいるんだねー。いやどこにもいねえし、何言ってやがりますか。ほら、あのベンチのとこに座ってんじゃん。ジーパン履いた男の人。街灯がスポットライトのようにベンチを照らしていますが誰もいません本当に。り。あ、こっち向いたよ。手ぶってるし。そっちを見ないように急ぎ足で帰り結局その後は何もなかったんだが。あの時女の子を置いて逃げ出さなかった俺を褒めてやりたい。あと、同じく夜中に大学グラウンド脇で寮の友達と花火してた時の話。そこそこのお値段する打ち上げ花火を眺めたり、
グラウンドをぼーっとしてた友達の足元にネズミ花火ぶん投げてビビらせたりしてるうちに朝になり解散。寮に戻るとネズミ花火でいたずらした友達が青い顔して部屋にやってきた。いかそいつが言うことをまとめると。グラウンドの向こうから黄色い T シャツにジーパンの男性らしき何かがこっちに歩いてくるのが見えた。何か、というのは服装は見えたんだけど顔だけがモザイクかかったようにはっきり見えなかったから。そもそもグラウンドは共に一つない暗闇なのに人の姿が見えるのがおかしい。ネズミ花火に驚いてもう一度グラウンドを見たらその何かは消えていた。おう。それはえらい体験したな。まあ明るくなったし忘れて寝ちまえよ。そう思ってベッドに入ったら、誰かがドアに体当たりする音がしたんだよ。で、頭きてドア開けたら誰もいないんだ。某大学図書館が狂いのみんな、あそこの宿舎はそんな話が山ほどあるから気をつけてねー。10年ほど前に地元で有名な心霊スポットに、友達3人で行ったんだよ。その心霊スポットは何十年か前に子供が落ちて死んでしまい、それが化けて出るって噂があった。夜中に怖いもの見たさに井戸へ行ったわけなんだが、井戸自体は錆びれた村の中にあった。貞子が出てきるような古いカビ臭い井戸が、人が立ち入らないように柵に囲われてた。柵を越えて中を覗くも真っ暗なので、携帯のカメラの撮影時に一瞬光るフラッシュで確認してみたんだけど、水が入ってるだけで特に何もなかった。ま、こんなものだなと地元に戻ってそのまま朝一並んだ気がする。71、続き。1週間ほどした時に、一人の友達が歩いてたところを酒酔い運転の車にはねられて重傷。意識は戻ってたので、もう一人の友達とお見舞いに行ってお前は呪われたんだなってふざけてたら、その5日のうちにもう一人の友達も事故って内臓やられた。俺は、事故って続くんだなと思いながらのんきに南国育ちを売ってた。月一の熱いイベントがある日に、雨が降る中を車でパチ山で向かっていて、信号のない交差点でバイクが飛び出してきたので、急ハンドルで避けたら壁に激突して救急車に運ばれたらしい。半日ほど経ってから意識が戻り、幸いにも擦り傷程度だったが念のため、検査入院をした。翌日、家に帰りこれは井戸に行ったから呪われたと本気でビビりながら携帯のメールでやり取りしながら、ふと井戸に行った時に携帯で中を撮影したことを思い出し写真を確認してみた。真っ暗な画面が映し出され、何も映ってないなと思いながらも、携帯を少し傾けたらコントラストの違いではっきりと苦しそうに叫んでる女が映ってた。片目は飛び出し鼻は歪み口は助けを求めるように叫んでた。友達にも写メ送ったけどはっきりと確認できたと言ってた。翌日は一人でお祓い行ってもう二度と心霊スポットに行かないと決めた。東北民は井戸に近づかないように。思い出したらリング打ちたくなったので朝並ぼう。長文失礼しました。ついさっきの出来事なんだが、家に帰る近道するためにダムを通ったんだ。ただ広い真っ暗な水辺のダムが右側に、左側に小さなお堂というか公衆電話ボックスより若干小さめの木造の建築物の中に地蔵が3つ祀ってある場所があるんだ。昔そこで母親と子供2人がダムに、なぜかその地蔵を夜も目立つように街灯が照らしてるんだがさっきそこ通ったら地蔵のお堂の中におばあちゃんがいたんだよ。こんな時間に雨も降ってないし狭い一本道なんで車や自転車もなかったと思う。歩いてこれるような場所じゃないし何をしていたんだろ。幽霊とかじゃなくはっきり見えたんだが地蔵の後ろから大半分出してこっちを見てた。危ない。実際に自分が体験したことです。
自分がまだ小学校の頃の出来事。すごい可愛がってもらったらしい本家のおばあさんが亡くなった。可愛がってもらってたというのは聞いた話。本家なんてはっきり言って言った記憶なしで生まれて間もなくの頃かな？で泊まりがけで葬儀に参加したんだ。すごい遠い田舎でなんかゲームの舞台にありそうな独自の文化で閉鎖的な村落っぽい印象の場所だった。葬儀で墓穴に遺体を納めるとき100本くらいのろうそくを灯す儀式があった。つまりそこは、まだ土葬でした。そこのトイレは野外にあってボットン便所で夜行くの恐ろしかったし、宿泊時には幽霊の幻覚付きの金縛りに遭うしでとんでもない目にあった。で不思議な経験をしたのがこの日からちょうど49日目。すでに家に戻ってきて平穏無事な生活をしていたのだが、その49日目にある非現実的な出来事が起こった。76、続き。その日、夜夕飯のお風呂にも入った後だったから多分8時くらいだったかな。リビングルームに家族、当時2世帯家族だったから8人くらいいた。でリビングルームには20、30センチメートルくらいのたくさんの人形、日本人形やらなんやら、を入れた大きな人形ケースが飾ってあったんだけど、そこに数年間入れっぱなしだった一つの人形があってそれが突然動き出したんだ。その人形は電池で稼働するからくり人形なんだけど、ケースに数年入りっぱなしで電池なんてとっくに切れてるはず。みんな不思議がった。でもおばあさんが亡くなってからちょうど49日だってことに。気がついて多分おばあさんが挨拶にやってきたんではという話になった。実際は何が原因で動いたのか今もわからない。もう7から8年前になる。その頃の俺は、19歳で夏恒例の心霊スポット巡りをしていた。男女に、2でいろいろなスポットを回っていたんだが、あるスポットに行った時女2人がかなりビビり始めたんだ。俺と友達は全く平気で仲間で行ったんだが、女二人は絶対行かないと言い、車中で待ってた。そして、三日のうちに異変が起こる。深夜、時間はわからないんだが俺は、部屋で寝てたんだが変な音で目が覚めた。なんだか、シュッシュ、って音が聞こえる。知ってる音なんだがわからない。ああ、ライターの音かとわかったとき、勝手に火がついた。一応説明しておくが、普通の100円ライターだ。勝手に火がつくはずがない。火がつき、部屋が微妙に明るくなった時、何か影が動いた。と思ったら消えた。めっちゃ慌ててとりあえずライターの火を消した瞬間、そう、真っ暗になった瞬間、床なりがドアに向かって歩いていった。1日後、一緒にスポット行った友達の家が全焼した。安いライター使うからじゃね？一回発火してるんだから捨てないと。20年くらい前の小学校4年の頃学校の近くに人が住んでなさそうなツタまみれの家があって登校中いつも気になってた。ある日仲良い友達4人と帰りに仲が気になるから行ってみようぜ。な話になり夕方行くことに。その家に着くとツタがいい感じに夕日を隠して奥の方が見えない。ツタの家は入り口にでかい門があって広く草が生い茂った庭に正面に玄関、右は暗いが道路に面してるからほとんど壁に近い、左奥はツタの成果薄暗くなってて窓が見える。友達三人が見に行き俺と思う一人の友達が庭と入り口で誰か来ないか見張る役をした。友達は玄関で、誰かいますか？と言って玄関のドアを開けようとしたが鍵がかかってるのか開かず仕方なく薄暗い窓の方へ行き窓を覗き込み、なんかろうそくみたいなのがいっぱい見える、とかこっちに伝えてたりしてた。その後も窓を叩き、誰かいますか？
と尋ねてたりもしたけど返事はなし。入り口で見張ってた俺たちは暗くなってきたし帰ろうと言ってたが3人は奥に何かあるとか言って先の方へ行こうとした。その時右から真っ白いおじいさんみたいな人型の何かがすごい速さで3人の方へ行ったんだ。見張り役の俺と友達が悲鳴を上げてすぐ逃げて俺は怖くなって家に逃げた。友達はわからない。翌日学校へ行くと友達4人は普通にいて昨日の出来事を尋ねると1人は真っ暗の中火がついてないろうそくがいっぱいある家に閉じ込められて声だけ聞こえてる状態で説教された。もう1人は窓から家に入れられてなんでこんなことをしたのかおかしごちそうになりながら話をしたが周りには誰もいる気配がなかった。最後の1人は振り向いたら二人がいなくて悲鳴が聞こえたから急いで入り口から出て帰った。と意見がバラバラ。一緒に見張ってた友達は逃げた子を記憶がなかったらしい。実際あの白いのは何だったのか全員わからなかった。最近になって家が取り壊されるようになったけど近所の人も誰が住んでるのかわからない状態だったみたい。心霊系ではないけど、弟の実体験。長崎で一人暮らししてる弟が深夜までテスト勉強してたら0時頃にアパートの玄関のドアがガチャと音がしたみたい。ん?と思ったけど気にせずそのまま2時頃までテスト勉強しました。そして眠りにつこうと部屋の電気を消しもう少しで夢の中に行こうとした時玄関の鍵を閉め忘れたのに気がつきました。で、玄関の鍵を閉めた瞬間、外から突然ガチャガチャガチャ。もう少しだったのに行くぞがー。とうとこの叫び声がしたみたいです。そのまま寝てたらどうなってたかわかりません。弟は当分部屋から出れなかったみたいです。ご寄与視聴ありがとうございました。しかって本当の話なんだけど、東日本大震災時。1から2日で髪が真っ白になった。人がいた。どんな壮絶な体験をしたんだろう。白髪染めやカラーが落ちたとかではない。恐怖体験すると髪の毛が白くなると言われるけど。本当なのかね。確かに毛髪がピリピリするけどさ。お前ら、株式会社、闇、で検索してみろ。バカ野郎、ふよ。ちょっと前にパチンコ屋のバイトやってた頃20代くらいの薄汚れた同じ服装、ボロボロのサンダルで店に来る。見た感じホームレスっぽい人が来るんだけど毎日4円、20円乱れ打ち当たりなしでめちゃくちゃ金使ってて同僚と、あいつどこから金持ってくるんだよ www、とか言ってた。しかも財布を持ってないのかポケットにそのままお金入れてたんだけどある日また来たから、あいつまた来たよ www、と同僚と話してたら、その人の歩いた後に札や小銭がポロポロ落ちてるの www。気づいた客たちは小銭拾ったりそいつに教えたりしてるんだけどまたポロポロ落としてんの www。同僚が、あいつの歩いたとこ歩けば金持ちになれるんじゃね ?www とか言ってたけど仕事中出し止めるように注意した。でも同じ考えがいたのかあいつが入店すると後ろに続くように人が3、4人歩いてる。しかも顔を隠すように帽子やマスクつけて下向きながら。案の定金が落ちるとその人たちは必死で拾いに行くんだけど札が落ちた時にそこで奪い合いが始まって大喧嘩に。その日は警察が来て外で事情聴取だけで済んだんだけどそれ以降あいつが来る時間帯になると入り口付近にそれ狙いの人が集まってて営業どころじゃなくなりあいつに直接安物の財布渡すことにした。それ以来あいつはお金落とさなくなったけど、使ってる金がどこから出てきてるのか謎すぎるし金持ってるなら身だしなみきれいにしろと。全然まとめられないのと怖くなくてすまぬ。いるよな。金の出所がよくわからないやつ。深い話だ。人間見た目じゃないという話だな。昔の話。
仕事帰りに家の近所にあるマンションの前通るんだけど、あんまり人住んでないみたいだし、周りも人気がない。朝は嫁さんの車で駅まで行くから夜しか通らないんだ。ある日仕事帰りにいつも通り帰っててマンションちらっと見たら、女の人っぽいのがマンションの窓からこっち見てるの。通り過ぎるまでチラチラ見てたが、ずっと見てきててすげえ怖かった。それから次の日もその次の日もいるんだよね。帰る時間バラバラなのにいつもいたんだ。四日目から俺は、道を変えた。道を変えたその日に、何が起こったかというと、妻からの電話で何の気なしに出たら、どうして道を変えたの？って言うんだ。気が動転して、え？え？お前どうしたんだ？って聞くと、お前なんて言わないで。ってよくよく考えればこの声は妻じゃない。何が望みなんだ？助けてくれ。って言ったら、ガシッと携帯を持つ手を後部座席から掴まれた。あるある、わら。意味わからんぞ。毎日待ち伏せしてた人間が道を変えた当日になぜ後部座席にいるかの整合性がない。普通に考えたら道を変えたことを知らない四日目も待ち伏せしてるはずだろ。いや、俺も意味わからんけど多分そうだろうなと、わら。わざわざ朝は嫁さんの車って言うってことは夜は誰の車なのかって話だし。朝は送ってもらってんなら帰りは歩きだし。マンションで見えるのが本当は何なのかわからないし。嫁の携帯に他人が出るし、後部座席に誰がいたってことだしわけわからん。いつもよく行くホールでの話。いつからか。俺が買って一人で監禁するときに決まって、みすぼらしいババアが、どこから通ってきて、あまりのお菓子をくださいっていつも言ってくるんだよ。この小じきここに住み着いてんのかよ、わら。とか思いつつ、まあ、菓子なんかいらないし、あげてたんだけど。このことを、そこのホール常連のスロともに話してみたら、誰もそんな奴を聞いたことも見たこともないらしい。なんだか怖くなって、知り合いの寺生まれの T さんに相談したら、よし確認してみようということに。で、T さんが遠巻きに観察する中で監禁所に行ったんだけど、やっぱりそのババアが来た。いつもなら、霊感力強い T さんはお化けと書いたりすると、はぁ、とか言って退治してくれるんだけど、何もしなかったので、なんだ、やっぱりただの小じきかと安心して T さんの元によると、なんだか様子がおかしい。T さん曰く、彼女は T さんが先日葬式を挙げた人で、もうすでにこの世にはいない人らしい。T さん、彼女は確かに俺がお経を唱えて成仏したはずだ。生前も普通の人で悪霊なんかではない。これは何かあるはずだ。T さんはそう言うと、その人が眠る墓に俺を連れて行った。すると、その墓の横に、毛布にくるまれた赤ちゃんが捨てられていた。俺と T さんは驚いて警察に通報した。驚いたのは、警察の人たちもらしく、尿やうんちで、何日も放置されてる状態なのに、全く元気な赤ちゃんだったらしい。この事件以降、その小じきババアは現れなくなった。T さん曰く、自分の墓の隣に赤ちゃんが捨てられたので、眠るに眠れず、食べ物をもらいに、人の良さそうなお前を選んだんじゃないか？わら。とのことだった。終わり。寺生まれの T さんが出た時点で笑っちゃうからダメ。T さんはぁ、の組み合わせは反則、わら。内容関係なく笑ってしまう、わら。怖いなぁ。やばい、どうしよう。自分が住んでるアパートがメゾネットタイプってやつで2階建てになってるんだが、今、トイレに行こうと階段降りたら下の部屋に人感センサーのライトつけてんだけど、そのライトがついてんの。
ペットとかはいないし虫ぐらいじゃ反応しないはず。とりあえずトイレはその部屋の奥で怖くてトイレ行けずにまた2階に上がってきた。2階に武器になるようなものはカッターとか長い棒ぐらいしかないんだよ。階段は結構ギシギシするから万が一泥棒とかがいても足音もなく2階に来ることはないと思うが。マジビビってるわ。187。俺の家のは、強風でもつきます。とりあえずヤバそうだったら、すぐに通報した方が良いですよ。ありがとう。ハンガーを両手に持って突撃してきた。窓が開いてるけど雨戸閉めて鍵かけてあるから人が入ったってわけじゃないみたい。風でかけてあった服とかが揺れて反応したのかな。窓閉めたけどまた今電気ついたり消えたりしてるけど泥棒じゃないからとりあえず安心しました。犯罪者は安心した頃にやってくる。本当に怖いからやめて。今日は朝まで起きてるわ。ずいぶん昔だけど、めったに行かない店で売ってた時に、〇〇さん、俺のフルネーム、お電話が入っておりますので、至急景品カウンターまでお越しください。途上内アナウンスが流れたんだ。俺が今、その店にいることを知ってる人なんて誰もいないし、その店の会員ガードも作ってないし、俺の名前が呼ばれて、なんか気味悪いなぁ、と思ったんだ。変わった名前だから同姓同名という発想はなかった。とりあえずそのまま無視して、持ち玉なくなったので、家に帰ったんだよね。んで、家に着いたら財布がないのに気づいた。当時はポケベル全盛期。パチ屋の公衆電話で、ベル打ったんだよね。もしやと思い、パチ屋に戻って景品カウンターで聞いてみると、俺の財布ありました。なんか、拾った店員が気を利かして、中身のガードとかから、名前調べて、電話入ってるとアナウンスしてくれたみたいでした。あの時は人の温かみを感じました。平成14年9月7日、広島県世良町京丸の、京丸ダム、の湖底に車が転落しているのを通行人が発見し警察に通報した。車内からは4人の遺体が見つかり、遺体は昨年6月4日から一家4人で行方がわからなくなっていた。遠町とばりの会社員山上正弘さん、58、妻の会社員純子さん、51、長女の元小学校教諭、千枝さん、26、母三枝さん、79、と判明した。県警では事件、事故の両面で捜査したが、地形から交通事故の可能性は低いという。そのため無理心中の可能性もあるとみて調べを進めている。一家が失踪した当時、自宅は施錠され、屋内には争った形跡もなく。純子さんはこの日勤目先の社員旅行で中国へ出発する予定で、荷造りした旅行カバンもそのまま残されており、また食卓には朝食が虫よけネットをかけて手つき数の状態で残されていた。突然な一家4人が消えたかのような状態だったため、テレビのワイドショーなどで、神隠し、と騒がれた。一家が失踪した当時、近隣の人々は口々に神隠しだと言っていたという。この神隠しという言葉が使われた理由は、その不可解な状況での失踪という他に実はもう一つ因縁めいた理由があった。遠町の大将神山という山には古くから神隠しの伝説があった。その昔、この辺りを治めていた長者の家にお夏という使用人がいた。日頃より長者はこのお夏に目をかけていたが、ある日お夏が大将神山に、行ったきり帰ってこなくなってしまった。村人たちが総出でお夏を探したが、いくら探してもとうとうお夏は見つからず。人々はお夏は神隠しにあったのだと言い合った。
そんな伝説のある大臣賞山は、かつて、この失踪家族の山上家の所有だったというのである。と、このお話はノンフィクションであり、実在の人物、団体、事件などのお話です。の事件、失踪時の状況。平成13年6月4日、母親の純子さんは、その日、勤めている採石会社の社員旅行で、中国大連に向けて出発することになっていた。ところが、約束の正午になっても、集合場所だった勤務先に姿を見せない。しびれを切らした同僚が、正午過ぎに山上家を訪れてみたところ、母屋に離れと蔵を備えた荘厳な雰囲気の、旧家は、ものの見事にも抜けの殻になっていた。朝5時頃に、新聞配達員が訪れた時には、正弘さんの車がなく、すでに家中に人の気配もなかったという。一家の中で、最後まで消息が判明していたのは千枝さんである。千枝さんの勤務先は、世羅町から約 30km 離れた、瀬戸内海沿いにある道県竹原市の市立竹原小学校である。彼女は、同市内のアパートで一人暮らしをしていて、前日の3日は日曜参観日で、千枝さんは、担任をしている1年生のクラスで、図工の授業を行った後、午後3時頃まで、ピータの球技大会に参加した。その後、竹原市内の飲食店で行われた、ピータの親睦会にも出席している。緑化は前日3日の振り替え休日だったが、実家に帰ったのであろう。その日のうちに千枝さん一家が失踪したという連絡が、警察から校長に入った。翌5日から、千枝さんにとっての初めての無断欠勤が続いた。純子さんのバッグには、旅行代金15万円が入ったまま残されており、一家の定期貯金も手つかずのままである。純子さんと千枝さんの携帯電話と免許証、正弘さんのポケベルも置いたままである。普段は畳んであるパジャマが見当たらなかった。布団のシーツは乱れていないので、就寝前にパジャマ姿で出かけたとみられる。母屋の台所と廊下の電灯がついたままで、レンジで温めれば食べられるように朝食の準備もしてあった。しかし、玄関の鍵はちゃんと閉めてあり、家の内外で争った形跡もなく、血液反応も出ていない。玄関からは、4人分のサンダルがなくなっていた。ということは、パジャマ姿のまま、サンダル履きでの失踪ということになる。しかも、犬まで連れてである。そこまで追い詰められていたとすれば、考えられるのは金銭的トラブルなどによる、夜逃げ。であるが、正弘氏には2000万くらいの預金があり、借金もなかったので金銭絡みのトラブルは考えられない。自宅登記を確認するも、金銭貸借はなし。謎が謎を呼ぶ失踪事件だが、半年後、ダムの底から一家四人の死体が発見された。リンク。怖いなぁ。死体が発見されてるのに神隠しなの？死体が発見されるまでは神隠しなんじゃねえかと言われてたんだよ。群馬高の神社でいなくなった女性も興味深い。たまたま他の参拝客のビデオに謎の行動が映り込んでたやつ。それ詳しく。つか群馬いろいろ怖すぎだろ。これだな。イカコピペ。赤城神社主婦失踪事件。1998年5月3日、千葉県白井市の主婦志塚のり子さん、当時48歳、は、家族、夫娘孫じおばぎぼ、と群馬県宮城村さん夜沢、厳前橋市さん夜沢町、の赤城神社へ筒事件物に訪れていた。あいにくの雨のため、
神社へ行く夫とおじ以外は駐車場に止めた車の中で待つことに。しかししばらくしてのりこさんは、せっかくだから、賽銭をあげてくる、と。財布からお賽銭用201円だけを取り出し、神社への参道を登っていった。その時の格好は赤い傘を差し、ピンクのシャツに黒のスカートという目立つもの。娘は駐車場からのりこさんが境内とは別方向への場所で佇む姿を目にしている。これが家族が見たのりこさんの最後の姿となってしまった。戻らないのりこさんを心配した家族は辺りを探すも見つからず、警察へ通報。10日間で延べ100人余りで付近一帯を捜索するも見つからなかった。山道は山道ながらもよく整備され、崖などの危険な場所や道に迷う箇所もない。また、ゴールデンウィーク中で神社にはたくさんの人が訪れていたが、不審な人物や物音を聞いた人はいなかった。群馬県警にも20件ほどの情報提供があったが、発見に結びつく有力なものはないという。失踪から7ヶ月後、失踪当日の同じ頃の赤城神社で偶然撮影されたホームビデオが、撮影者によってテレビ局に提供された。そこにはのりこさんとおぼしき人物が、何者かに傘を差し出すような姿が小さく映り込んでいた。しかしその人物からの申し出が出ることはなかった。また失踪後、数回無言電話が自宅にかかってきている。その局番は、大阪、と、米子、であった。家族は必死にのりこさんの行方を探し、テレビ番組、奇跡の扉、テレビの力、などにも、出演したものの、解決には至らなかった。失踪から10年後の2008年には、群馬県警が顔写真などを掲載したビラを500枚配布。情報提供を呼びかけた。やっぱり都市部と地方で話の方向性が違うのかね。半年くらい前の実話ですが、家の近所にいつも出没するおかしなばあさん、歳は60後半70という感じ。巾着の袋をぶら下げ、買い物に行くようだが、いつも立ち止まり歩道から。車道に向かって空中に両手を微妙に動かしながら、ブツブツと喋っている。ある日駅前の交差点で遭遇した。信号待ちで一緒になった。私は、自転車だったので、またがったまま横目で、このばあさんいつも何を言ってる。のだろう?と耳に神経を集中していた。その時ちらけんしていたんだが、いきなり、視線が合ってしまった。やばい、と思ったが釘付けになったように視線をそらすことができなかった。その瞬間ばあさんの姿が視界から消えた。ええ?と思った時左脇腹に鈍痛が、ばあさんがグーで殴ってきた。一発食らっただけだがマジ焦った。そして私に向かって何やら睨みつけながら、ブツブツと言い始めたが、信号が変わったので猛スピードでその場を逃げた。今も時々遭遇するが、遠目で見るだけにしている。ばあさんには何が見えているんだろう。私の祖父には片腕がなかった。戦場で、バランスがおかしいと思い見るといつの間にか取れてしまっていたそうだ。極限状態の人間は、体が切断されてしまったことにも気づかないらしい。また、知人の祖父は戦場で白い蛇を見つけ、あっけに取られていたところすぐ側を銃弾がかすめていったという。やりすぎ都市伝説で北斗晶が語った都市伝説。深夜になるとテレビに映し出される、砂嵐。ザーという音とともに、無機質な映像が映し出される例のあれである。
一度ぐらいは見たことがあるだろうが、実はあの砂嵐にはとんでもなく恐ろしい都市伝説が存在するのだ。砂嵐が流れる時間帯は、深夜、と決まっている。放送終了と同時に映し出され、朝まで続くのだ。一説には、眠くさせる、という目的のために、あの映像を流していると言われている。というのも、あの、ザー、という音は、赤ちゃんがお母さんのお腹の中で聞いている音と同じだと言われており、その音を聞くと安心して眠くなるのだとか。つまり、早く寝なさい、というメッセージが込められているのだ。しかし、これはあくまで表向きの理由であり、真相は全く違うという。あの砂嵐にまつわる、こんなエピソードが存在する。あるテレビ局の AD が、連日の遅くまでの仕事の影響で、うっかりテレビをつけたまま寝てしまった。ふと目を覚ますと、テレビの放送時間が終了していたため、画面は砂嵐に。しかしよく見ると、なぜか、スタフロール、のように、名前が浮かび上がってきたという。その中には、嫌いなディレクターの名前があったのだ。スタフロールが終わると、明日の犠牲者は以上です、おやすみなさい、と表示されたという。そして翌日、そのディレクターはロケ先で亡くなったのだとか。これには裏話があって、あの砂嵐というのは、見たいものを映し出す仕組みになっているのだ。視覚マジックや 3D の本は、テレビの砂嵐のような絵が描かれており、じーっと見ると、映像が浮かび上がってくるように細工されている。それと同じように、砂嵐も、じーっと見ると、映像が浮かび上がるのだ。つまりこの AD は、殺したいほどディレクターを憎んでいたのだろう。時間があれば、あなたも砂嵐をじーっと眺めてみてはどうだろうか。何が映し出されるかは、あなた次第である。国民的アニメ、ドラえもん、に関する都市伝説。ドラえもんには数々のキャラクターが登場し、もちろんそれぞれに名前やニックネームがある。しかし、実はある一人のキャラクターのみにだけ、名前がない、のだ。そのキャラクターとは、ジャイアンの妹である、ジャイコ、である。のひのびた、骨かわすね夫、ゴーダたけし、出来すぎ英才、原始使い ETC。こんな風に、それぞれのキャラクターには必ずフルネームが存在するのだが、ジャイコだけ本名が明かされていないのだ。ここには、作者、藤子 F 不二雄、のある思惑があるという。それが、ジャイコと同じ名前の子がいじめに遭わないようにという理由だそうだ。ジャイコというのは、作中でもブサイクキャラとして定着し、あまり好かれるような存在ではない。そんなジャイコと同じ名前の子がいたら、いじめられてしまうのではないか?と懸念したのだ。しかし、実は漫画のあるシーンでジャイコの本名が載っているというのだ。そんなシーンあったか?と思ってしまいそうなのだが、ちゃんとあるようだ。それが、ジャイコのスケッチブックが登場するシーンとのこと。このジャイコのスケッチブックに、カオリ、という名前が入っていたのだ。すなわち、ジャイコの本名は、ゴーダカオリ、である。ここ最近になってインターネットを介して有名になった噂に、ゲームソフトのスーパーマリオブラザーズの背景ブロックは、実はキノコ王国の住人が魔法で姿を変えられたものだという。もしもこの噂が本当ならばマリオは、冒険の途中でブロックに変えられた。人間を破壊&落札、おまけに踏み台にしたり、お金、コイン、
のために、何度も叩き潰したりしまくっていることになるのです。さてこの噂実際のところはどうなのでしょうか？この話は本当です。1985年に発売されたファミコンソフトの、スーパーマリオブラザーズの説明書のストーリー説明にしっかりと、キノコ王国の住人たちはクッパの魔法でブロック変えられてと、書かれております。しかもこのゲームを最後までプレイした方はご存知かもしれませんが、マリオが救出したのはピーチ姫と7人のキノピオという姫の従者たちだけ。魔法で姿を変えられたキノコ王国の住人たちは助かったという描写は、一切ありません。こうやって見ると昔のゲームのストーリーって結構理不尽ですね。ドラゴンクエストにまつわる都市伝説を検索して、当ブログに来てくださる方が多いので、ドラクエの中でも都市伝説が多いと言われている部位にまつわる都市伝説をご紹介します。ドラクエ部位の最大のイベントと言われているビアンカ、フローラとの結婚イベント。ルドマンのおじさんにビアンカ、フローラどちらと結婚するのかと選択を迫られるのですが、実はこれの元ネタは、ビア、お酒、んかにします？風呂、らにします？だったのです。つまりビアンカを選択する人は帰ってきてすぐ食事も結婚生活。フローラを選択する人は帰ってきてすぐお風呂の結婚生活を理想としている人ということです。信じる信じないはあなた次第だ。ファミコンの大人気にソフトで社会現象にもなったドラゴンクエスト。このゲームにも様々な都市伝説が存在している。まずはドラクエさんと言われて思い出すのが、セーブデータの冒険の鍵である。これはやたらと消えることで有名で、多くのプレイヤーを恐怖のどん底に叩き落としたあの呪いの BGM が流れると、セーブデータが消滅して、ゲームの続行が不能になり、最初からやり直しになってしまうのだ。だがこの冒険の鍵、実はあの呪いの BGM が流れているときは、セーブデータ自体は消えてないとのことです。あの呪いの BGM はセーブデータの欠損がないかチェックして、エラーが出たときに、鳴る音楽で、あの BGM が鳴り終わって、お気の毒ですが冒険の鍵が消えました、の、メッセージが出て、初めてエラーの出た冒険の鍵が消去される仕様なので、完全に続行が不能な状態にまで破損したセーブデータやソフト内のバッテリーが、切れた状態以外なら、あの呪いの BGM が鳴り終わる前にファミコンの電源を落とせば、結構な確率で冒険の鍵が消滅せずに残っているのです。子供の頃に知っておけばな、と思います。これ聞いたことあるけどさ。当時何度も呪われ音楽の途中でリセットしてやり直したけど結果は同じだったんだけど本当に有効なの？再起動の地にまたチェックして、また同じことが起こるだろうから、データ消去の処理をスキップするのは難しいと思う。メーカーとしては、データが壊れてる可能性のある状態でプレイされるより、破損の可能性がある時点で、全消去するという安全策を取るだろうし、そこは抜け目なく作ってるんじゃないかな。ゲーム中にコンセント抜いたりファミコンに当たってゲームが止まったりしてたりしたら向こう、1ヶ月ぶりにゲームしようとして音楽流れたらいける可能性は高い。次に冒険の鍵にまつわる都市伝説系怪談。ドラクエさんが大ブームだった時に小学生だった男の子の話。この男の子が病院に入院することになり、親が退屈しのぎにと自宅からファミコンと、買ったばかりのドラクエさんを差し入れして、子供は大喜びで病院のテレビに接続して、遊んでいたのだが、この子供の容態は日に日に悪くなりついには亡くなってしまった。
親はとても嘆き悲しんだが、子供が最後まで遊んでいたファミコンとゲームを、遺品として持ち帰り、ふと家のテレビでゲームを立ち上げてみると、その主人公キャラたち4人の名前が、助けて、医者に、医者、殺、される、だった。またある時仲の良い兄弟がいて、兄の方が友人宅にドラクエ3を持っていく途中、事故に遭って亡くなってしまう。ドラクエ3自体は無事で、妹はこの兄が生前クリアできなかったドラクエ、お形見として大事にプレイにすることにした。しかしまだ小さい妹にはこのゲームはしすぎる、いつまでも兄の名前と妹の名前が入った。勇者一行はスタートの地点のお城の周りをぐるぐる回っているだけ、しまいには、スライムや大ガラスを倒し続けている V99 まで上がるぐらいになった。妹も成長して RPG が理解できるようになったのだが、クリアする様子がない。妹曰く、ゲームをクリアするとゲームの中のお兄ちゃんとの冒険も終わってしまうから、自分は永久にクリアはしない、と答えたという。一人旅用中、とある鍾乳洞に行った時のこと。ワクワクして一番乗りで行ったから他に誰もいなかった。ホラ内は綺麗にライトアップされてた。ふと、通り過ぎたスポットを綺麗に写真に収め直したくなり引き返した。そのスポットについてカメラを構えていたら、突然照明が落ち、真っ暗闇に包まれた。どうやら掘らない照明は入り口側から来た人を感知してしばらく点灯しているものだったらしい。完全な暗闇の閉鎖空間の中に一人だけ取り残された恐怖でパニックになりかけたが、スマホのライトつけてなんとか次のライトアップ地点まで復帰した。みんなも引き返すときは注意な。なかなか様子れ。次はよ。おいおい、一人暮らしがこれ読んだらやべえだろ。アトロ振り向けねえよ。前日まで元気なかってたウサギが、突然亡くなったんだよね。そんで、庭に埋めたんだよね。そんでしばらく経ったある日の夢の中で、動物園のウサギ小屋みたいなところでたくさんのウサギが元気に走り回ってるんだ。その中に俺の飼ってたウサギもいたんだよね。怖くもなんともないんだけど、なんだか不思議な気持ちになりました。あっちで楽しくやってるよ、寂しくないよ、ってのを見せてくれたんだろ。飼ってくれてありがとうって言ってんだよ。ちょっと怖いからここで俺の本話化するパチ屋の実体験。学生の頃に近くのパチ屋によく行っててハマってる台はその後服ってオカルトを信じてた時のこと。その日も学校帰りに寄ってたんだけど打ちたかった台が満席で誰か止めるかなーと思いながら様子見してた。そしたら40代ぐらいのおばさんがすごいハマってて大パンしてるのが目に入った。しばらくしておばさんが席を立ったので止めたのかと思ったらタオルでキープしてた。どうやら両替しに行っただけだったらしい。当時はまだ1000円ずつしかサンドに入れれなかった。友人から電話があってファミレスに行くことになり、3時間後ぐらい、19時半だったと思う。もう空台あるかなと思いつつ再度寄ってみた。おばさんまだ頑張ってた。おばさんの横の台が空いてたので着席。おばさんただのリーチが外れても大パンからの、なんでやの、の繰り返し。お金が尽きたのか少ししておばさんが止めていった。履歴見たら3連続の1000ハマりオーバーしてた。ハマった台は爆連すると思ってた俺は、おばさんの後を引き継ぐことにした。偶然2000円でかかってあっさり万発超え。その後も出まくって思わずにっこりしてしまう俺。ほくほく顔で飲み会焼くこととか考えていると急に後ろから首を絞められた。さっきのおばさんが、なんでやの、なんであんたやの、って言いながら両手で首を絞めてきてた。近
近くの客が止めに入ってくれて、その後店員におばさんは連れて行かれた。なんでやのって連呼しながら。いやー、怖かった。長文でごめんね。その後店員さんがご迷惑おかけしましたってヤクルトくれた。美味しかったです。とてもほんわかしました。幽霊より実際の犯罪の方がはるかに怖い。幽霊は一度も見たことがない。それでは自分が体験したマジで死にそうになった話をします。免許取ってまだ1年前後の頃、11年前ほど20万で買ったカローラで。国道8号線を富山から新潟に向かって走行していた夜中だった。アトロからバカでかいトラックが1メートルほどの距離まで接近して煽ってくる。漏れは必死に逃げた片側1車線のくねくね曲がりの多い初めて走る道路で時速90キムほど出ていた。すると、突然急カーブに差し掛かった思い切って時速90キムのままハンドルを左に切るが車が曲がってくれない。完全に対向車線に車体が全部はみ出した。あー今神。おしまい。